こらけてる、上手投げはどうだ。北海道発牛乳パックで紙相撲。2019年1月2月場所、これより6日目幕下トーナメント準々決勝の取り組みであります。美瑛五輪の山にウリスウジラ。西方美瑛五輪の山、美瑛町出身タック部屋。東方ウリスウジラ、岐阜県出身ウェルコミュニティ飛騨部屋。幕下トーナメント準々決勝の取り組みであります。6日目の土俵です。実況は私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りします。幕下トーナメントは準々決勝、仮にここで負けても来場所の十両の昇進は決まっています。ベスト8の戦いです。ウリスウジラと美瑛五輪の山、どちらも十両の経験があります。今日は2番組まれている幕下です。制限時間いっぱい、よしみやって、今日は脱ぐねました。脱ぐね、前に出るのは美瑛五輪の山です。脱ぐね脱ぐね脱ぐね、よえ吐け吐け吐け、下がったウリスウジラ、距離を離れた離れた。美瑛五輪の山苦しくなったか、ウリスウジラ倒れています。最後ウリスウジラ、こちらは残っていました。ただいまの決まり手は送り引き落とし、送り引き落としでウリスウジラの勝ち。最後はね、仮に手があったとしたら、美瑛五輪の山がまわしをなんか引っ張られたような格好にも見えた、そういう送り引き落としになりました。ウリスウジラが勝って準決勝に進みます。美瑛五輪の山敗れはしましたけれども、来場所は十両返り咲きです。名古屋川名古屋山に定山渓カッパ。西方名古屋川名古屋山、愛知県出身愛知部屋。東方定山渓カッパ、札幌出身札幌部屋。幕下トーナメント最後の取り組みであります。もう一番です。定山渓カッパ左側、右は名古屋川名古屋山。制限時間いっぱいです。両者見合って、今日は流れ疲れました。流れ流れ両者離れました。定山渓カッパの勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して定山渓カッパの勝ち。定山渓カッパが準決勝に進みます。名古屋川名古屋山、残念ながらここで敗れています。来場所は十両昇進ですかね、という形になります。名古屋川名古屋山は十両経験ありましたっけね。なじゃないですかね、新十両になりますかね、うん、もしかすると。幕下の土俵でした。これより十両の取り組みであります。月寒マリーモに清見丸。西方月寒マリーモ、東十両7枚目、札幌出身タック部屋。東方清見丸、東十両5枚目、岐阜県出身ウェルコミュニティ飛騨部屋。これより十両の取り組みであります。十両は9日間のうち各力士5番相撲を取ります。3勝すると勝ち越しです。勝ち越せば番付が上がりますが、負け越すと十両の力士の場合は幕下に転落します。清見丸は2勝1敗月3マリーも1勝2敗です。後がない月3マリーも。制限時間いっぱいです。両親やって、今日は流れぶつかりました。流れ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 
長い突き放したのはチェーン丸、土俵際突き3バリーも長い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 突き出し、清見丸の勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して清見丸の勝ち。清見丸勝ち越しです。3勝1敗としています。敗れて月さんマリーも1勝3敗。こちらは残念ながら負け越しとなって、来場所は幕下です。加賀丸に中央顔だけ優作。西方加賀丸、西十両2枚目、石川県出身、石川部屋。東方中央顔だけ優作、西十両7枚目、札幌出身、タック部屋。加賀丸1勝1敗、中央顔だけ優作は0勝3敗ですでに負け越しが決まっています。制限時間いっぱいです。よしみやってきゃー、殴れ、ぶつかりました。はたき込みかどうだ、残している。顔だけ優作残しています。残して、今日は前に出る、前に出る、土俵際押し出しました。中央顔だけ優作の勝ち、よく残っていました。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して中央顔だけ優作の勝ち。いやー、すごいですね。白星をとにかくね、掴み取るという気持ちですね。 おでこが加賀丸のこうちょうど切れ込みが入った部分におでこがずっと引っかかって、こう執念でしたよね。仮に負け越してもこの1勝というのがね、来場所以降につながるということもあります、1勝3敗としました。加賀丸敗れて1勝2敗です。組沢熊兄弟に西岡艦隊。西方組沢熊兄弟、西十両3枚目、静岡県出身、アンビックベア。東方西岡艦隊、東十両2枚目、札幌出身、タックベア。十両残り2番です。西岡艦隊1勝1敗、組沢熊兄弟2勝1敗です。制限時間いっぱい。よしみやって、キャーノレ、ぶつかりました。回しを引いた組沢熊兄弟、あ、見せたな。西岡艦隊ですが、前に出る、押し込む、出る、出る、切り返し、西岡艦隊の勝ち。ただいまの決まり手は切り返し、切り返して西岡艦隊の勝ち。5回でした。きちんとこう頭をこうまた引っ掛けてのでしたね。西岡艦隊勝って2勝1敗、組沢熊兄弟敗れて2勝2敗です。備前長船に高倉郷。西方備前長船、西十両筆頭、岡山県出身、岡山部屋。東方高倉郷、西十両6枚目、福島県出身、福島部屋。十両最後の一番であります。1勝2敗の備前長船と2勝1敗の高倉郷です。突き放したい高倉郷、密着して寄っていきたい備前長船。制限時間いっぱい、十両最後の一番です。よしみやって、キャー、長め、ぶつかりました。長め、長め、回しを引いたか、押し込むのは備前長船です。備前長船、押し出し、備前長船の勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して備前長船の勝ち。備前長船が勝って2勝2敗、高倉郷敗れて2勝2敗。勝てば勝ち越し、負ければ負け越しという残り1番を両者残しました。十両6日目を終わったところで3連勝がヨット丸、その他1敗勢は西岡艦隊、夢の富士娘、丸山主、清見丸、輝、そしてそのあたりですね、そのあたりが追いかけるという展開になっております。基本ルールです。身長 6.5、 片足の長さ 2.7 センチまでで規定の範囲内の力士たち、しこ名は地域にちなんだもの、地名や特産物の名前など含めていただいております。年齢の概念もあります。地域世代間交流をテーマに、全国各地の力士が集っている牛乳パックで紙相撲です。さあ今日の取組ご覧いただきます。横綱が連敗ですね。
まあそうですね、しかも、まあ、負け方としても良くないですよね。今日が全勝で来ている大ベテランのレジェンド関脇東君、どんな相撲になりますかね。まあでもやっぱり東君無双を見せながら、まあどすこい静岡もちょっと下がってはいくんですけども、まあ、またちょっと土俵際のところでっていうふうに考えていると、まあそのまま出されてしまうので、まあどすこい静岡ちょっと攻めを見せてほしいですね。先場所の3日目でこの対戦あったんですけど、その時東君が勝ってます。はい、うん、でまあだからちょっとどすこい静岡ちょっと攻めてほしいですね。その前の9月10月場所の時はどすこい静岡が勝っているという直近2回の対戦成績です。あと、ね、全勝力士平幕にいますから ね、 そうですね。この辺りも今日、あ、全勝同士がありますね、うん、札幌川の海対クラーク羊ヶ丘、全勝同士があります。これも楽しみな一番です。幕内の相撲が始まります。これより幕内の取り組みであります。桜地バッター引退回避により本日より休場、したがって阿蘇ストロベリーちゃんの不戦勝であります。阿蘇ストロベリーちゃん、桜地バッターが引退回避のための休場となりました。先輩となりまして、阿蘇ストロベリーちゃんの不戦勝、勝って4勝2敗としています。休場力士が非常に多いんですけど、今日から休場ですね。まあそうなんですよね。でちょっと人数考えてもちょっとペース早いかなと、思いますので、ちょっとなんとか、まあそして横綱も危ないです、このまま行くと危ないですので、まあ、なんとかこの嫌な流れをこうなんとか、ここ一人一人が危ないところをちょっとね、一人一人流れ、嫌な流れを回避してほしいなというところではありますね。もうこういったルールがあります。5連敗すると引退というルールがあるのが32歳以上の力士たち、4連敗した時点で休場ということになります。桜地バッターは32歳初めての休場です。まあ来場所これで十両にはとどまれるかと思うので、うん、また戻ってきてほしいですね。そうですね。あの今や伝説となったあの湘南の風、うん、元横綱湘南の風の連勝23連勝を止めた男、うん、桜地バッター、男なのか知らないですけど、そうですね性別はちょっと分かんないオスなのか分かんないですけどグラジバッターまた戻ってきてほしいものです。足別タングローに愛知山、西方足別タングロー、東前頭16枚目、足別出身、足別部屋、東方愛知山、東前頭13枚目、愛知県出身、愛知部屋。これより幕内の取り組みであります。愛知山、ここまでいっぱいできています。優勝戦線がこれ大混戦の様相になってきましたからね。そうですね。今場所は特にこれ分からないですね。まあ、やっぱりこの、まあ、上位陣もこうちょっと崩れ始めてきていますので、まあ、今本当に連勝中、まあ、5連勝中の力士だいぶ貴重になってきてますから、まあ、ただちょっと今日も潰し合いありますので、まあ、1敗で2敗でぐらいまではちょっとね、まだチャンスと思って頑張ってほしいですね。その1敗勢同士、4勝1敗同士の相撲です。押し合いになるか、返り入幕足別タングローと新入幕の愛知山、制限時間いっぱいです。よし、やって今日乗れ、ぶつかりました、押し合いになっています。乗れ乗れ、組み合っています。乗れ乗れ乗れ、愛知山も前に出られない。はけはけ、ここで前に出た、下がったな、タングロー、両者が土俵際です。乗れ乗れ、はけはけ、乗れ乗れ、ここで前に出るのは愛知山ですが、タングローもよく粘っている、いや横を取っているのはタングロー、ここで押し込む、愛知山の勝ち。
ただいまの決まり手は押し出し、押し出して愛知山の勝ち。土俵際の攻めぎ合いでした。でもよく愛知山も、まあ、横を取られてましたけどよく我慢して、まあ、少し少し、まあ、自分の好きなポジションに持っていきましたね。見事でした。新入幕愛知山5勝1敗勝ち越しを早々と決めています。敗れて芦別丹黒4勝2敗となりました。福島富士桜に江ノ電丸。西方福島富士桜西前頭11枚目静岡県出身アンビックベア。この胸に失礼しました。東方江ノ電丸西前頭16枚目神奈川県出身神奈川ベア。江ノ電丸3勝2敗福島富士桜3勝2敗です。押し合いになるのか江ノ電丸のまさに電車道というのも久しぶりに見たい気がしますがどうでしょうか。制限時間いっぱいです。よしみやって今日は流れぶつかりました。押し合いです。出し投げ江ノ電丸上手投げ押し出しです。最後は押し出し江ノ電丸の勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して江ノ電丸の勝ち。以前幕の内にいた時の力強さが戻ってきた感じの今日の相撲。そうですね、この本当に押しのこの力強さがあればまあまあ上狙えるでしょうね。37歳にしてまた戻ってきた江ノ電丸4勝2敗福島桜敗れて3勝3敗です。厚別茶色の塔に愛知ヨントルルちゃん。西方厚別茶色の塔西前頭10枚目札幌出身下戸ビッグベア。東方愛知ヨントルルちゃん西前頭15枚目愛知県出身愛知ベア。愛知ヨントルルちゃん2勝3敗厚別茶色の塔2勝3敗です。押し合いか制限時間いっぱいです。よしみやって今日のぶつかりました。前にはヨントルルちゃん茶色の塔今日も下がってしまった。押し出し愛知ヨントルルちゃんの勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して愛知ヨントルルちゃんの勝ち。茶色の塔4連敗下がりますね。これですね元気ないですね。愛知ヨントルルちゃんが勝って3勝3敗としています。厚別茶色の塔敗れて2勝4敗です。名古屋ギザギザ山におにぎり博多丸。西方名古屋ギザギザ山西前頭14枚目愛知県出身愛知ベア。東方おにぎり博多丸東前頭9枚目福岡県出身西原村部屋。愛知馬卑怯じゃねえってでももともとね本当まあ大きいのは大きいのなりに弱点があって愛知馬は本当に今でこそもう本当に足伸びたんじゃないかっていうぐらいお腹とかお尻つかなくなりましたけどもともとは本当にすぐお尻が俵についてすぐ負けてたんですよね。かといえばこういう小さな力士にはなかなか勝てなかったりってこともあるんですよね。
本当、10年もやっているとこの歴史卑怯じゃないかっていう論争が巻き起こることは過去に何回もありましたが、その度にその最強説が打ち破られてくる、そういった歴史でもある牛乳パックでかみ相撲です。名古屋ギザギザ山2勝3敗おにぎり博多丸3勝2敗制限時間1杯両親やって今日のでぶつかりました。押し合いです。両者が流れている。ここで博多丸が出ました。おにぎり博多丸。押し出し。おにぎり博多丸の勝ち。ただいまの決まり手は押し出し。押し出しておにぎり博多丸の勝ち。おにぎり博多丸勝って4勝2敗。名古屋ギザギザ山敗れて2勝4敗です。あげあげ羊蹄山。青山イルカ池にとっかり大将なんかトリプルなんか信号士みたいなちょっと待って今何が起きてるあれ、そういうことね、そういうことね。しかも読み上げ頼む読み上げなくてよかったっていう全然今もうめちゃくちゃ青山イルカ池引退回避により本日より休場したがってとっかり大将の不戦勝であります。とっかり大将あげあげいないね。あの1個飛ばした上にそして今のも呼ばなくてよかったけど呼んだっていうねもうあのめちゃくちゃですよ青山イルカ池が4連敗となっておりましたので休場です。今日から休場です。今場所何回これ出しましたかねこの画面4連敗で休場、引退回避のための休場です。34歳青山イルカ池、とっかり大将が不戦勝で2勝目2勝4敗となっております。あげあげ羊蹄山に名古屋タクト山、西方あげあげ羊蹄山、東前頭12枚目、北海道出身北海道部屋、東方名古屋タクト山、東前頭7枚目、愛知県出身愛知部屋。寂しいですね、2番もなくなると。いやそうですね、土俵上あげあげ羊蹄山とここで登場ですね名古屋タクト山です。あげあげ羊蹄山4勝1敗優勝戦線という意味では楽しみ。名古屋タクト山3勝2敗です。押し合いか、制限時間いっぱいです。よしみやって今日のでぶつかりました。押し合い5分です。押し合いになっているが横を取ったな。タクト山足を取りに行った。タクト山出る、寄り切りました。名古屋タクト山の勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って名古屋タクト山の勝ち。あげあげ羊蹄山は2敗目。うん、まあでもまあさすがでしたね、横を取る技術はね。あげあげ羊蹄山4勝2敗となっています。名古屋タクト山勝って4勝2敗です。里山に高尾さん、西方里山、西前頭5枚目、愛知県出身愛知部屋。東方高尾さん、西前頭9枚目、東京都出身春日部部屋。高尾さん3勝2敗、里山3勝2敗です。押し合い、あるいは足をかけるという展開も考えられます。制限時間いっぱいです。よしみやって今日のでぶつかりました。中に入ったのは里山、里山の形になる。高尾さんこらえる、突き放しました。突き出し里山の勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して里山の勝ち。強い相撲でした。まあこれはちょっと高尾さん完全に封じられましたね。見事でした。いや立派な相撲でした。高尾さん3連敗3勝3敗でこれ7日目負けると休場です。里山勝って4勝2敗としています。
駿河吉野に富士の扉。西方駿河吉野、東前頭10枚目、静岡県出身アンビック部屋。東方富士の扉、東前頭5枚目、愛知県出身愛知部屋。これね、また球場の話がさっき出てましたけどね。本当ですよ、冬休み入りすぎなんですよ夏は夏休みって言ってたんですね。夏は夏休み、休み入りすぎなんですよ富士の扉4勝1敗、駿河吉野2勝3敗です。1敗勢には優勝のチャンスというのも当然出てきそうです。制限時間いっぱい、よし、やっていきゃ、のぶぶつかりました、ぐっと前に行った富士の扉です。富士の扉出る、一気に出る、のぶ富士の扉寄り切りました。富士の扉の勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って富士の扉の勝ち、完勝でした。まあいい押しでしたね。富士の扉いいですね今場所。まあ押しがこうやっぱり刺されば、押しの力は強いですからね今なんか押すのコマーシャルだと押すの力はすごいですからねいきなりなんか売ってるのかと黒酢みたいな感じ、びっくりした健康志向の方のどっかのなんか怪しいあの医者みたいな人が出てきて言ってるのかと思ったその力はすごいですから聞いたことあるし、そうです、なんか言ってそうですけどね富士の扉勝って5勝1敗勝ち越し、駿河吉野敗れて2勝4敗です。札幌川の海にクラーク羊が丘。西方札幌川の海、東前頭11枚目、札幌出身おにぎり温めますか部屋。東方クラーク羊が丘、東前頭4枚目、札幌出身札幌部屋。全勝同士です。幕の内前半最後の一番ですが、さあ注目の全勝対決です。解説の三坊さん、はい、これも3人全勝のうちの2人が今土俵上です。でしかもこの2人はね、まあ、こういうタイプですから、まあ、相撲もやっぱりがっちり組み合うというよりはもうすれ違って、まあどっちが横を取るか押していくかっていうような一番にはなるとは思うんですけれども、はい、まあ、やっぱこの向きのまあ押しが強い力士っていうのは、まあ今場所、まあ、先場所あたりからもそうですけれども、まあ、押しの力っていうのが強いっていうところの証明になってますので、まあ、もしかしたら今後ね、まあ、この2人、まあ、どちらかは勝ちますけれども、まあ、今後こういった形の押しのスタイルは、まあ、今場所もしかし今場所というか、まあ、今年もしかしたら入るかもしれないですね。ここしばらくはどちらかというと押しの相撲が全盛なのかなという牛乳パックで紙相撲界、番付を上げている力士は押し相撲の力士が多くなっています。さあクラークと川の海、どちらが全勝を守るか、もちろん猫パンチのクラークの押し、そして川の海の押しも得意、この辺りの押し合い、土俵中央の立ち合いに注目です。全勝対決、制限時間いっぱい、両親やっていきゃ、ぶつかりました、引きつけ合う、すれ違った、すれ違った、クラークは見失っている、川の海を見失っている、両者の表現はどうだ、川の海に軍配、川の海に軍配です。物言いは出ません。ただいまの決まり手は送り出して札幌川の海の勝ち。まあでもこれはどっちが勝ってもおかしくなかったですね。土俵際の粘りは素晴らしかったです。以前の対戦でもやはりこのすれ違う格好はなったんですけれども、ご覧いただきましょう、リプレイです。全勝対決でした。そのすれ違った後なんですよね、この両者の戦いというのは。いつもここからでしたけど、クラークが勢い余ってという格好にはなりました。川波よく粘っていました。ギリギリいっぱいでしたね。そうですね。
札幌川の海全勝を守って6戦全勝、クラーク羊ヶ丘敗れて5勝1敗です。東方より横綱はどすこい静岡土俵入りであります。横綱どすこい静岡、露払い福島富士桜、立ち持ち駿河よし、選手行事は海坊主であります。では館内の皆さんも一緒によいしょの覚悟をお願いします。せーの、よいしょよいしょ、できれば不戦勝したい。異様な光景でしたね、今ね。そうですね、始まって以来の今場所結構出過ぎちゃったかも、ここでも出てきちゃったですね。いや、なんか、どこのスポンサーなのかな、こういう薬なのかなと思っちゃって、不戦勝っていう薬、すごい効きそうじゃないですかって、ね、戦わずして勝つんですよ、陽明酒に不戦勝、すごいパワーだと思うんですよ ね、戦いもしないですもん、戦わないですからね、薬とかでも、大体、ね、ウイルスと戦いますがいいでしょ、そうですね、戦わないんです。カードして勝ちますから強いですよ。すごい薬です、うん、あったとしたらねどんなウイルスにも勝つ不戦勝インパクトは抜群ですね。そうですね。さて今日中入りなんですが、宇宙戦艦ジャコジャコゼロの予定でしたが、時間の都合により来週お送りすることといたします。来週7日目8日目のどちらかで、お送りすることといたします。どうかご了承ください。この後幕の内後半戦、なおこの配信ニコ生では19時まで延長してお送りしてまいります。3分ほどインターバルをいただきます。どうぞ引き続きお楽しみください。
お待たせしました。幕の内後半戦です。北海道発牛乳パックで紙相撲2019年1月2月場所、これより6日目幕の内後半の取り組みであります。室蘭さん海海にフラノルルルルデグデグデーンデグデグデーンテレロテロルーンチルチルチル北の大地は西方室蘭さん海海西前頭3枚目大地は室蘭出身マスクド海海部屋東方フラノルールルル東前頭8枚目フラノ市出身電気なしじゃ暮らせませんよ。それで思い出したんですけど、あの、はい、イルミネーションが消えてません？え、ついてる、あ、ついてる、びっくりした、なんかすごい長い時間消えてる気がして今あれ今むしろ消えましたね。だよね、今消えました。さっきまでついてたんですけどね。ねえ、なんか静かだなって思ってイルミネーションがいつもよりまた消えた。電池ないんですかね、充電ですかね。また消えましたね。ねえ、おかしいですよね。電池切れたんですかね。だって先週あのマスクドウミミさんの番組でね、はい、あのプロジェクターを失ってますからこっちは。ちょっと充電しておきますか。ね、プロジェクターを失ったウミミですからね今日。そうですね。
この後19時半からの配信予定ニコ生ですけど、ちょっと遅れるかもしれません。さあ、まあ、でも相撲は絶好調の室蘭沢美3勝2敗フラヌルルルル2勝3敗です。なお今延長の手続きして19時までこの配信をお送りしますが、その間チェックの時にね、ニコニコ国ありがとうございます。ありがとうございます。トレジャーさんありがとうございます。ありがとうございます、ね、今一番熱い格闘技を放送中。ありがとうございます。あとお子様から大きなお友達まで楽しめる放送です。いやもう本当ね、言いたいことをもう全部おっしゃってくれてますね。ね、ありがとうございます。あと匿名さんありがとうございます。ありがとうございます。たくさん言っておりました。ありがとうございます。ね、こういうのは本当励みになります。ぜひね、テレビ取材入るとき特に皆さん弾幕をダーッとやってくれると、非常にありがたく存じます。はい、お願いします。来週か再来週か、そうですどうかお願いしますうおーとかでいいですから。そうですね、わーと何でもいいです。うおーわーパチ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 こんな感じですから。そうですねすいません、お願いしますさあ投票場制限時間いっぱいです。よしみやって今日のべぶつかりました。前に出たルルルル、のべ下がったな海海、のべくるっと回るなルルルル、土俵際のべどうか、ムロランさん海海軍配海海、物いい物いいです。タックイン審判もたよくのタック、最後微妙でした。でもほぼ同時かもしれないですね。ルールルルのルールルのお尻と、そうですね、海の足、あ、同時かな、同時っぽいですね。微妙ですね、離れてるだけに。取り直しますか。取り直しますか。ただいまの競技についてご説明します。行司軍配は海海に上がりましたが、フラノルールルルのお尻がつくのと海海の足が出るの同時と見て取り直しといたします。取り直しです。まあ同時ですね。リプレイで見てもちょっとわからないという感じでした。取り直し、制限時間いっぱいです。よしみやっていきゃー、のべぶつかりました。のべ下がった海海、のべまた回るのはルールルル、どっちが残るか、フラのルールルルルルに軍配、物いい物いいです。タックイング、勝負審判も手ごとのタック、最後浴びせた時、はい、そうなんですよね。どうですかね、ちょっとお尻が怪しい気もしたんですけど、ルルルのお尻がどうかですよね。あ、これ違うな。でもこれですね、こっちですね。めちゃめちゃ際どいじゃないですか、これ。怪しいんすよね。ここついてるかもしれないですよね。そうなんですよ。あ、なんか跳ねた感じしたんすよ。むしろなんか先にルルルのお尻が怪しい、はい、跳ねた感じはしました。ここですよね。はい、これついてません？どうなの？なんかついてるような気はするんですよ。今はついてないんですけどね。今はついてないんですけど、跳ねたんですよ。跳ねた感じはあったんですよ。ここついてないですね。はい、今はついてないです。ここですよね。はい、この瞬間ついてる。なんか跳ねた感じはありました。取り出します。取り出しますか。ただいまの競技についてご説明します。行司軍配はルールルルに上がりましたが、リプレイ検証の結果胴体と見て取り直していたします。取り直し、2回取り直ししかも今もまた同じ流れでしたからね。ただ最後は全く違う流れになりましたね、はい、3回目です。制限時間いっぱい、よしみやっていけ、のべぶつかりました。立ち合いのゴブだ、のべ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 、両者が離れた投票機は今度はどっちが残るか、どうだ、フラノルル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 に軍配、物いい物いいです。タクイ勝負審判ということがタクイ、ちょっとついたような気がするんですよね。こっちから見ると今のこそなん
か同時っちゃ同時にも、ね、そうなんですよね。ですけどね、取り直しますか。取り直しましょう。4回目です。競技の結果取り直してします。取り直し。いやールールルのお尻がつきやすいんですよね。そうなんですよね。そして踏み踏みも下がってしまう今日です。4回目制限時間いっぱい。よしやっていけ。流れぶつかった。流れ今度は踏み踏みが出し上げ、そしてまたくるっと回った。流れ両者が土俵際フラのルールルルルルに軍配。これは物言いが出ない。ただいまの取り組みは室蘭さん海海に踏み出しがありましたので、フラのルールルルの勝ちであります。お尻残っていました。際どかったっす ね、ここまで。今のもそうだし、もう毎回途中まで同じ流れになるんですよ ね、軌道を描いてましたね、ですが最後お尻残っていたのはルールルル。勝って3勝3敗室蘭さん海海、敗れて3勝3敗です。阿蘇ゴールデンオロチにジャコジャコ。西方阿蘇ゴールデンオロチ西前頭7枚目熊本県出身西原村部屋。東方ジャコジャッコ東前頭3枚目山口県出身ジャコジャッコ部屋。波動ホイ。ドゥ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 。ジャコジャッコ2勝3敗阿蘇ゴールデンオロチ元気なく初日からの5連敗で負け越しがすでに決まっています。少々お待ちください。しました。押し合いか。制限時間いっぱいです。両親やっていきゃ。流れぶつかりました。とやや横に変化しながら朝ゴールデンオロチ今日は前に出る。流れ土俵際押し返したがジャコジャッコでした。ただいまの決まり手は押し出してジャコジャッコの勝ち。最後土俵際の逆転でした。まあそうですね、押させといてっていうところがあったのかもしれないですね。それにしても白星が遠い朝ゴールデンオロチです。いやー押しは悪くないんですけどね。よかったんですけどね今日はね。押しは悪くないんですけど、なかなか、ね、足が滑るように出てしまいました。ジャコジャッコを勝って3勝3敗朝ゴールデンオロチ、敗れて6連敗です。小ぼろの赤いクマンバチに香川照之。西方小ぼろの赤いクマンバチ西前頭2枚目豊浦町出身マスク堂海海部屋。東方香川照之西前頭6枚目石川県出身石川部屋。2勝3敗の香川照之と1勝4敗の小ぼろの赤いクマンバチです。制限時間いっぱい。両親やっていきゃ。流れぶつかりました。押し合いです。中に入っていくのは香川照之が押し込んで正面に置きました。押し出し香川照之の勝ち。ただいまの決まり手は押し出して香川照之の勝ち。小ぼろの赤いクマンバチは負け越し。ちょっと今場所は元気なかったですね。香川照之勝って3勝3敗小ぼろの赤いクマンバチ敗れて1勝5敗負け越しです。西原西流に一式はじめ。西方西原西流西前頭筆頭熊本県出身西原村部屋。東方一式はじめ東前頭6枚目静岡県出身アンビック部屋。
2勝3敗同士です。押し合いになるかバイク対車という対戦になっています。制限時間いっぱい、両親やってキャーノーイぶつかりました。変化した意識始め、出し投げを打ったですが離れてしまいました。突き放した西原彩龍、西原彩龍、西原彩龍の勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して西原彩龍の勝ち。横綱に勝った次の日、西原彩龍いい相撲でしたね。そうですね、まあ、押しが力強かったです。西原彩龍勝って3勝3敗、意識始め敗れて2勝4敗です。直角のリクラに要沢スクリーム。西方直角のリクラ、西前頭4枚目、岐阜県出身岐阜部屋。東方要沢スクリーム、東前頭筆頭、静岡県出身アンビック部屋。3勝2敗の要沢スクリームと1勝4敗の直角のリクラ。足技の掛け合いとなるんでしょうか。制限時間いっぱいです。両親やって、今日のぶつかりました。押し合いだ、前に出る、突き放した要沢スクリーム、中に入れて押し出しました。要沢スクリームの勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して要沢スクリームの勝ち。足をちょうど真ん中にグイッと、そうですね、入れていきました。要沢スクリーム勝って4勝2敗4連勝です。直角のリクラー敗れて1勝5敗残念ながら負け越しです。片や初南桃の海、初南桃の海、西方初南桃の海、西方小結び初南桃の海、札幌市出身ハッサムベア。この後は銀屏風、銀屏風、東方小結び銀屏風、室蘭市出身室蘭ベア。小結び同士の一番です。2勝3敗銀屏風と1勝4敗初南桃の海。ちょっと三役でこのところこの桃の海がなかなか目立てないんですよね。そうですね、ちょっと後ろに下がってしまいがちですからね、まあ、前に進められれば小回りが効いていい力士なんですけれども、ちょっと下がってしまいますね。昨年あるいは大関あたりも狙えるんじゃないかと期待されたんですけれども、そうですね、ちょっと伸び悩んでる桃の海です。制限時間いっぱい、よしみやって、今日のでぶつかりました。前に出るのは銀屏風、浴びせイゾリです。初南桃の海、初南桃の海の勝ち。ただいまの決まり手はイゾリ、イゾリで初南桃の海の勝ち。久しぶりにイゾリを見た気がします。そうですね、小兵に小兵がイゾるところちょっと久々ですね。最近なかなかね、はい、小兵も増えたんで、そうですね、見れなくなった感じですからね。ご覧いただきましょう。今の相撲です、綺麗に決まりました。いぞり決まって勝った、初南桃の海2勝4敗銀屏風敗れて3連敗。これ7日目負けると銀屏風も休場になります。2勝4敗です。片や高畑不動明式神残機に、高畑不動明式神残機に、西方高畑不動明式神残機に、東前頭2枚目、東京都出身ほぼピン部屋。この後は西荻の山、西荻の山、東方大関西荻の山、東京都出身ユーストトゥデイベア。大関登場です。3勝2敗の西荻の山と2勝3敗の残機に、今日ほぼ満員ですか。
あともうちょっとで、もうちょっとですね、はい、9割方みたいな感じですね、はい、今日はたくさんの方ご覧いただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。ニコニコ生放送日本場所なってからは、毎回毎あるいは毎日近くまで、なっております。多くの方ご覧いただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。視聴者数、生配信の視聴者数に応じてお客さんが入っていく、そういったシステムになっている館内のこのお客さんたち、人間いないですけどそのシステムです。さあ西荻の山、もう負けられないという、優勝戦線をするには大関陣としてはもう負けられません。先場所優勝の残機には2勝3敗、制限時間いっぱいです。よしみやって、今日は残れ、ぶつかりました。横を取りに行くのは残機に残れ、出し投げ、前に何しろ後ろを取った、高畑不動明送り出し、残機に勝ち。ただいまの決まり手は送り出し、送り出して高畑不動明式神残機の勝ち。カエルの歌が聞こえるトラソン。カエルさんたち、あの目立とうとしないでください。全然出てこないですからね。出番ないですから。ご覧いただきましょう、残機にはもう完全に立ち合いからこれを待ってたような感じになりました。まあ、狙ってましたね。ですよね、完全に、まあ、ベテランらしいという、前に出てくるのを見計らってという感じでした。そうですね、残機に勝って3勝3敗、西荻の山敗れて連敗で、これで3勝3敗になってしまいました。片や清水ロケット、清水ロケット、西方大関清水ロケット、清水町出身、清水町部屋、3、2、1。東方大関ノルベサノリア、札幌出身、札幌部屋、結び前は大関同士の一番です。放送席、放送席、祝インタビューです。西荻の山に勝ちました、高畑不動明式神残機に関です。おめでとうございます。おめでとうございます。見事これで星を五分に戻しましたね。まあ、自分優勝するつもりなんで大丈夫ですかね。ちょっとだ3敗なんですよ。そうですか。でもここからまだ分からないと。そうですね、3敗してると思ってなかったんで、3敗してた話は別ですね。まだまだでも気持ちは20代ですね。まあそうですね、20代といえば20代。どうなんでしょうね。ああそういうことなんですね。ただね、自分ね、まあ、この位置でね、はい、優勝できると思ってないんで早く落としてください。やはり、ね、先場所のこともありますしね。この位置は優勝できないんですよ、ね、で優勝しますもんね。ちょっと落としてもらえると困るんですよね。せっかくなんで勝ち越して三役返り咲きも期待しますね。いや、いらないです、いらないです。本日どうぞ。最悪いらないですってすごいですね。何をモチベーションに頑張ってるんですかね、あの人ね。やっぱりその階に下がって優勝したいとか。もうあれです、じゃあ優勝しか見えてないですね、あの人ね。目立ちたいとかやっぱあるんじゃないですか。いらないです言ってましたからね。2回言ったってことはかなりですよね。そうですね、かなりです。いらないです、いらないです、ね、かなりですからね、うん、相当いらないんです、うん。まあ、だからもう自分はだから位置をこう高くするよりも優勝ということなんですね。そうですね、39歳、まだまだ元気という感じです。さあ土俵上は大関同士の一番です。よ、まあ、大関同士で優勝争いってなると、今1敗はノリア、ノルベさんノリアだけですもんね。そうですね。そしてそれを止めるか清水ロケットという、そういう相撲でもあります。結び前制限時間いっぱい、よしみやって、今日残る、ぶつかりました、ガチリアと前に出るのはノルベサノリア、押し込むと投げ打ちながら押しましたですが、押し出しです、ノルベサノリアの勝ち。
ただいまの決まり手は押し出し、押し出してノルベサノリアの勝ち。ノルベサノリア勝ち越しです。まあ今でもすごかったですね。一瞬状態をのけずらせてのバーンとこう押し出したのは、まあ、強かったですね。内容良かったですよね、はい、これで調子を上げていくと楽しみな存在です ね、 これ出し投げを狙ったロケットですけど全く苦にしませんでしたね。そうですね。清水ロケットがただこれで3勝3敗ちょっと西荻山同様心配ですね。この辺うん危ないですね。ノルベサノリアは5勝1敗勝ち越しを決めています。6日目結びです。西東行くん東行くん東どすこい静岡どすこい静岡関脇東くん札幌市出身東くん部屋東方横綱どすこい静岡静岡県出身アンビックベア呼び出しは大輔行事は未坊主本日結びの一番であります。牛乳パックで紙相撲サポーターズを通じて焼きみりも室蘭様のご支援を頂戴いたしております。かなりありがとうございます。もう東くんありがとうございます。声援が飛んでおります。そして多分どすこい静岡に対してもそうですね。どすこいしょーってことでありがとうございます。さあ結び連敗中の横綱です。今日負けるといよいよこれ球場の危機ですからね。いやもう本当に今場所に関してはそれだけやめてくれテレビの取材かって話があった今日ですからね。その時に限って今日ピンチになるっていう勘弁してほしいですね。ぜひ来週以降取材の時ね、あの皆さんこういう東くんとかぜひどすこいしょーとかお願いします。お願いしますどんどん書いていただけてありがたいですさあ横綱連敗を止められるか、東くんは全勝を守るか。6日目結び制限時間いっぱいです。よしみやって今日のごいぶつかりました。立ち合いは5分がっちり組み合った形になっている。突き落としがある横綱突き落とし残す東くん出し投げ東くん東くんが押すのか後ろ取って残り寿司アウト出し投げだ東くんの勝ち。ただいまの決まり取り直し下手出し投げ取り直し下手出し投げで東くんの勝ち。取り直しを要求する。えそうですか。しないですあ今本当に何かあったのかな。何もないです全くと言っていいほど気持ちいいほどの一本ですただいまの決まり手は下手出し投げ下手出し投げで東くんの勝ち。いやーほれほれほれちょっと頑張ってよ。横綱3連敗どすこい静岡頑張ってよ。横綱になって初めての試練です。しかもね負け方が良くないんですよね今日も。まあ下がるまではまだいいにしても、そうですね、そっからですよね。ちょっと全て後手後手でしたね。ちょっと東くんのペースになっちゃいましたからね結局ね。中に潜っていった東くんは見事でした。東くん勝って全勝を守っています。レジェンド東くんさすがというところでした。横綱は3連敗3勝3敗7日目、これは大変なことになりました。弓取り式はジャコジャコであります。
では館内の皆さんも一緒によいしょの掛け声をお願いします。せーの、よいしょよいしょ。なお横綱の引退ルールご覧のようになっています。4敗目を喫した時点で休場となります横綱です。ですので7日目8日目はどちらも落とせない状況になりました。7日目負けるとその時点で4連敗なので、あ、休場ですよ。そうなんですよ、もう、はい、この時点3連敗なんで休場ですね。僕は取り直しをね。そうですね、要求そうでした、ごめんなさい、私も失礼しました。休場です、3連敗なんで。じゃあどすこいチャンスあったのにということで。ところで宇宙戦艦ジャコジャコどうなったんだろうって延期になりましたね。延期になりました。15話は5日目でやったんですけどね。また取材も延期にいやだってもう横綱だから取材のねお話をした日にこう横綱がこうね、はい、休場なわけですよ。決まってしまいましたから、休場決定です。いやだからね本当にもうこれ1敗勢ちょっと処理が間に合っておりません、すいません。全勝3人変わらずです。優勝争いね、俺は千秋楽の方が盛り上がるからっていうふうにね、はい、話も出てたのにもう思いません。もう横綱いないんですよ。横綱もいませんよ、はい、どんだけ休場させんすか。冬休み多すぎですよ。そうです、ね、奥さん冬休みですよ。驚きましたね。ご覧のようになっているこれで何人お休みすごいですね。放送時間残り少なくなりました。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。今日も札幌市北区篠野にあります木田商店ハッピールームから中継でお送りしました。実況は私山田大輔、そして解説行事叩き役は海坊主でお送りしました。7日目から横綱休場、大激震の2019年1月2月場所となっています。また来週お会いしましょう。思いの数だけお互いを褒めるなら、いつでも自己犠牲貫いた失ったものあるのに、見上げた青空つながってるよ、ララ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 、色忘れたこの街にも七色の虹はかかるよ、たどり着けない場所なんてどこもありはしないから、笑顔がこぼれてきたら奏でられるよメロディー、みんなが